あ、どうも、中西です。いい陽気ですね。しかしながら日経平均株価、まあ、週初月曜日とディーラーから、まあ、証券会社のディーラーですね、まあ、月末接近で動きにくい中、一回リアリ、まあ、買いから入りまして、日経平均株価9時15分前後にですね、個別銘柄を入れましても、まあ、現状、この1日の相場の中ではですね、高値をつけて、200円高ですか、週末比で、それが一挙にマイナスに転じると。ディーラーの買い一巡後はですね、まあ、下げると。まあ、年初来高値からですね、すでに2万4400円から1割を超える、まあ、下落、10% を超える下落をいたしておりまして、テクニカル的には株価指数から見ますと、日本の株式市場は弱気相場に、まあ、突入したと。まあ、そういう意味では、反発も弱くて当たり前と。5日移動平均線さえ戻せないと。まあ、証券会社の関係者のコメントを見ておりますと、今日は自立反発で上昇と、まあ、そういう方が大方でしたけれども、兄はかなんや、現状まあマイナス、まあ、5番、日銀 ETF の買いに行きたいというような見方になるんでしょうけれども、10月末と、連日ですね、決算発表が、まあ、市販決算発表が行われておりまして、私もですね、もう見切れないと、もう何十社と、今日も明日も明後日も、今週はですね、もう何百社と市販決算を発表いたしますので、それに一喜一憂するような、個別情勢を見るような相場付きと。海の向こう、アメリカではですね、11月6日のアメリカの中間選挙の一大イベントリスクが控えている中で、10月1日にはアメリカでアップルが、まあ、決算発表するわけですね。このフェイスブック、アマゾン等のですね、大きな株価下落の中で、アップルの決算も期待に反しているようですと、アップルが崩れ、ハイテク株が、まあ、総崩れと、こういうようなことが、11月1日のアップルの決算発表を控えてですね、今からそういうリスクを織り込んで買いに行くというよりは、やはりこれは様子見、まあ、それに尽きると、まあ、このように考えております。まあ、さにはかないや、このインタビュー新聞でですね、基地が散見されております、三栄建設、あるいは都心グループ、まあ、このような銘柄がですね、今日は値上がり率上位にランクイン、まあ、インタビュー新聞の個別銘柄のリサーチレポートを見ながらですね、株価位置も確認いたしまして、おしめ狙いで投資したいと思います。